詐欺の疑いで書類送検されたのは札幌東区で納骨堂御霊堂元町を運営していた宗教法人白鳳寺の代表の男ら3人です3人はおととし8月事実上経営破綻に陥っていたにもかかわらず客2人と新規の契約を結び現金およそ200万円をだまし取った疑いが持たれています納骨堂を巡ってはその後中に遺骨を残したまま突如閉鎖 土地と建物は市内の不動産会社に落札されていました。白鳳寺が運営していた納骨堂です。こちらには1年半が経った今も一部の遺骨が残されたままです。利用者への遺骨を引き取りに来るよう呼びかけられていましたが、支払ってきた費用の返還などをめぐり調整がつかず、現在も一部の遺骨は残されたまま。 しかし、かつての利用者は、事態が動いたことを大きな前進だと捉えています本当にまあおことだけ返してもらえばいいって、今、思うんですけど、でもやっぱり責任を取ってほしいなとはずっと思っていたので、すっきりしました。